笑いながら交わした別れの朝、二人白いドアを開いて駅に続く小道を
つもり「だからあなたを振り
だったの。それなのにあなたを傷つけた。ごめんねの言葉涙で言えないけど、少しここにいて悪ふざけで他の人身を任せた夜に一晩中待ち続けたあなたの姿目に浮かぶ。せめて今夜眠るまで私を抱きしめて、いつもわがままを許してくれた場所まで戻りたい。Oh,
Love.
なんで皆さん立ちましょうよ、運動しましょう。腰が悪い人は、痛い人は座っててください。
森山直太朗です。